皆さんこんにちは。ラスケアラボ代表の大関美里と申します。今日は頻尿について紐解いていきたいと思います。皆さん頻尿ってよくね聞くと思うんですけども。一応、定義的には日中8回以上、夜は1回以上、尿意のために起きることを言います。頻尿は年を取ったら仕方ない。若くても気のせいじゃないっていう言葉で片付けられがちですが、実は様々な理由があるんです。 この動画ではその頻尿のことについて原因と症状から対応の見極めについてお伝えしたいと思います。さっきも言ったのにお互いが疲弊しないための頻尿の原因と見極めについてです。私は今介護施設主に特養さんの中に入らせてもらって排泄の改善をしたりこういった研修などをさせていただいている仕事と 株式会社リクシスというところでマーケティングリサーチの仕事をしています。最近実はデリケートゾーンケアアンバサダーという資格を取得しました。排泄ケアやはり介護職、医療職、人のデリケートゾーンに直接対峙するすごく貴重な職種だと思います。でもそのデリケートゾーンのことってあんまり知らないなというところからいつか ちゃんとと介護職のの方ににもこのケアについいいてて、てお伝えしたいと思って今、学びを深めています。ミッションとしては生きていてよかったそんなふうに思っていただける瞬間につながるケアを全国で広めていきたいそんな気持ちで頑張っております。それでは頻尿のことについて紐解いていく前に介護施設でも在宅さんでも多職種の方とたくさん連携をされていると思います。 でそんな時に排泄ケアを進めていく中ですごく大事なステップをこちらからお伝えしたいと思いますまずは現在地の確認です本当私たちはどんなケアをしたいどうしていきたいんだろうっていうところをチーム全体でまず確認をするっていうことが大事になってきますそして排泄現場で確実にお困り事と,として上がってくるおむつからの外漏れこれを 解消していくところからスタートだかと思っております。実は前回こちらの方で収録をさせていただいた外漏れを防ぐための3ステップこちらの動画もございますので是非参考になさってください。ここが解消できたらあの人下着になれるんじゃないトイレの排泄ちょっとトライしてみようか。デザインに頼らない排便器をしよう。 もっと気持ちよく自分らしく過ごせる場所にしていこうっていうすごく高いかもしれませんがそういったゴールに近づいていくことができると思っています。ここでやっとお互いが気持ちいい排泄ケアにつながっていくと思いますのでまず最初の外漏れをを3ステップをご覧くださいねそしてこの途中で大事になってくるのもこれ何のためにやってるんだっけ っていう目的をチーム全員が理解していくっていうことが確実に排泄のケアの中で大事になりますどうしても毎日忙しいもんですから記録をつけたり負担が増えたような感じがしてしまうんですがその目的を皆さんがしっかり認識していくっていうことが成功のポイントになってきますでは皆さん毎日のお仕事の中でこんなことありませんかあさっき言ったばっかなのにまたトイレ行きたくなっちゃった職員さんに言わなきゃ またさっきも行ったのにあの人トイレなの忙しいのにさっきも行きましたよねやっぱりさっきも行きましたよねって言われちゃったトイレぐらい一人で行けないのなんて情けないんでしょうかまた A さんトイレ本当は甘えてるだけなんじゃないの本当におしっこがしたいのに私の言うことは信じてもらえないんだよねこのように お互いがネガティブな思いになりがちなのが頻尿の症状です。本当はいいケアをしたいのに、ね。莘彩なトイレ、そこで睡眠不足になり、しまいには介護うつになる。これは私が経験したことです。単純にトイレだって言われたときに、分かりましたって言ってトイレにお連れしているだけだと本当に疲れてしまうんです。大切な人であってもこの 思いがあるのにその頻繁なトイレ単なる対処にしか過ぎないと本当に自分の望む介護はできないそんなことに陥ってしまいます皆さんはどうでしょうか昨年介護トーク看護トークのアプリその中で介護職看護職の皆さんに聞きました排泄ケアでお困りのこと一体何でしょうかこの5択でお答えをいただきました第1位はおむつからの漏れ でしたが、介護職の皆さんの回答頻尿で困るよっていう方は25%以上もありました看護師さんからは21.7%おむつからの外漏れの次に困るそうお答えいただいた方が多かったです皆さんもこんなふうに言われませんかおしっこは近くて眠れないの外に出るときにはトイレの場所を調べてからじゃないと不安なんだ飲んだらすぐトイレに行きたくなるから 水を飲まないようにしてるそんな時今日のお話でぜひ頻尿になるメカニズムを知ってくださいそして何が原因かしら見極めるポイントをつかみましょうそしてそれをじゃあ皆さん自身どうやってケアに生かしていきますかというところになっていきますこの動画を皆さん見ていただいたら皆さんの気持ちが「さっき行きましたよまた行くんですか?」っていうちょっとネガティブな心から 何回も辛いですね。気持ちよく過ごせるように一緒に考えます。そんなような言葉がかけられる気持ちになることを意図しています。小さなミニゴールとすると、いつもトイレに行くあの人にこれをしてみようとやってみるアクションを書き出せるっていうところまでゴールにしたいと思います。まあ、とりあえず回数だけ数えてみようかなど確実に100%できることを思い浮かべてぜひノートに書いておいてください。 はいでは早速ですが頻尿のことについて紐解いていくときに大事なのが正常との違いを知ることですまず冒頭でもお伝えしましたが回数ですね皆さん正常値ご存知ですか昼間は4回から7回と言われていますこれじゃあ8回以上になったらすぐに頻尿だって言って治療が必要になるかというとそうでもありません高齢になるとどうしても8回9回10回ぐらいある可能性があります。 この正常値は私たち社会人としての健常の人の正常値になりますじゃあ8回以上でもすごく困っているトイレのせいで生活がしんどいそんな人は治療の対象になってきますなので回数プラスその人が本当に困ってるかどうか周りが困ってるかどうかというところで判断をしていってくださいそして夜夜は0から1回が 正常範囲と言われていますなので、まあ、平たく言うと昼間8回以上夜は1回以上を頻尿というふうに言っていきます皆さんはどうでしょう実際にあの人頻尿なんだよなっていう方実際にこう数えてカウントをしていくとあら7回ぐらいだったわそんなこともありますなので感覚だけじゃなくてぜひ数値をカウントしていってください。 実際にこういう研究結果もあるんですけども昼間8回以上行くよっていう方40歳から100歳の方に聞いたアンケートだと半分以上いらっしゃいます昼間11回以上になると1割の方になりますねで夜1回以上起きるよっていう方はなんとまあ7割近くいらっしゃいます3回以上になるとほとんど睡眠が取れていないんじゃないでしょうか そのあたり、きちんとカウントしてみてください。実は、ご自分で数えられる人、自分で回数を数えるだけで、ちょっと症状が改善することもあるそうです。なので、ぜひお試しくださいね。では、2番です。1回の排尿量、1回の排尿量の正常値はどのくらいでしょうか。これは200から 500cc と言われています。なので、頻尿の方の場合、200cc 以下。 のことが多いですね高齢者の方になるとおむつのパッド1回量 150cc になっているので、まあ、150cc 以下の排尿量の場合ちょっと少ないかなと思ってください。なので1回の排尿量を測るのも大事です。そして1日ですね24時間でどのくらい排尿があるのが普通でしょうか これは約 1000cc から 2500cc と言われています。なので、頻尿の方、もしかしたら 2500cc 以上出てる可能性があります。その方の体重がわかれば、お体的にどのぐらい1日排尿量がありますかという目安をつけることができます。体重に24をかけると、大体の量が出てきます。もちろん飲む量も大事なんですけど、アセスメントの一つ、 指標としてお使いくださいただ1日に 2800cc 以上はどうしても多尿と言われる症状になってしまいますので1日の排尿量をしっかりと測ることも頻尿を切り分ける中で大事になってきます4番目は1回の排尿秒数です1回おしっこ出して終わるまで何秒かかっていますでしょうか平均正常な排尿は 10 30秒秒から30秒ほどと言われています。なので頻尿の方の場合10秒以下であったり30秒を超している場合もあるんですねなので大体いい何秒くらいかしら覗いてみてしまうのはちょっと緊張してしまうのでちょっと耳だけね聞き耳を立てていただいて秒数をカウントするのも確実に大事な情報になってきますあとは尿の色も大事ですね 正常な排尿は薄い黄色で透明っていうのが理想です色が全くついてないかったりあとは混濁していたりしたらあら何かおかしいなと思ってくださいできるだけ薄い黄色の尿を出すことが膀胱炎の予防にもなってきますでは6番目よくねおしっこは我慢したらダメだよって言われますよねでもこれ本当でしょうか違うんですね 正常な排尿ではおしっこしたいなって思ってから30分から1時間は我慢できるというのが普通になりますそして尿意がなくても出せる健康診断とかで検、えー、尿の時に出してって言われてすぐ出せるというのも正常な排尿の一つになりますそして排尿時に痛みや出血がないというところも大事ですそして匂いですね、えー 本来膀胱の中の中尿は無菌でございますでもちょっと匂いが強いな悪臭がするそんな場合はどこかしらで感染を起こしている可能性がありますので尿臭は強いそんな人あまり放っておかずにちょっと熱だったり全身の状態を見ていくそんなきっかけにしてくださいそして最後漏れがない湿菌がないっていうことも正常な排尿で大事なことになりますなので排尿回数が、まあ えー、9回ぐらいでちょっと頻尿ででも1回でも湿気があった場合それは本人が困っていなくても治療の対象になってきますはいでは貯める出すこのサイクルで排尿は成り立っていきますがこのサイクルがうまくいっていると膀胱の中どんな感じでおしっこが溜まっていくかというのをお示しします縦軸が膀胱の中の尿量で横軸が時間になります だんだんと溜まっていって 300cc になったらば排尿してだんだん溜まって排尿していくこんなふうに皆さんいつも排泄をしているかと思いますそして夜眠ってから一回もきっと皆さん起きないかな起きずに朝に排尿してそれはだいたい昼間よりも多い量 ここで 450cc と書いてありますが多く、朝一のおしっこは多くなっている。それが正常になっていきますね。では、頻尿の方の場合、どうなっているかというと、ちょっとたまって150でおしっこ行きたくなって出す。ちょっとためて150で出す。というのが何回も続いて、夜も。 同じ 150cc で出していると3回ぐらい起きちゃったりします。これで日中8回、夜間3回の方はこのようなトイレの様子になってきます。しかもこれは夜も3回も同じ量 150cc で出しているもんですから、いつでも頻尿の方の場合このような形ですね。では頻尿の種類と原因。 今ほどいつでも頻尿と言いましたけれども実は時間帯頻尿が起こる時間帯によって原因が違くなってきます一体あの方の頻尿起こっている時間帯はいつでしょうかでは昼間だけだよっていう方の場合心陰性の場合がありますね一日中ちょっと 頻尿なんだそんな方の場合は蓄尿障害ためることが難しい障害そして排尿困難これは出しにくい出し残っているそんな場合でここからは夜だけです夜頻尿だっていう場合は睡眠障害の可能性がありますそしてもともと多尿だっていう場合 そして夜だけ多尿、夜間多尿だそんな原因がありますではちょっとずつ暇といて見ていきます昼間だけ頻尿だよっていう方の場合心因性、先ほど冒頭で言ったようにあの人甘えてんじゃないのとかなんか、うん、ちょっと体は普通なんじゃないそんなように思う方がいるかもしれませんが そこここを切りり分けていくここ大事ななポイントになりますそもそも申請の頻尿の方の場合は心配や不安だったり他の人に迷惑をかけたくないスタッフさんに迷惑をかけたくないよって言って失禁しちゃうのが怖いから自分の膀胱の中にたまる量を減らしたいだから何回もトイレに行っていたりあと心が緊張を紛らわしたいからトイレに行くことでちょっとリラックスしたい。 あと、これは誤解なんですが、脳梗塞の予防に水分をたくさんとっているから昼間だけ出る、そんなような原因があります。大きく言うと、株尿路機能、こういう体の中のところには問題がなくて、また、一日の尿量も正常だという場合、そして、心のせいだ、心因性だと言い切るために必要なこの3つの条件があります。まず、夜はトイレに行っていない。 起きているだだけ貧乳だよっていう場合です。そして膀胱の容量が正常範囲、まあ、1回の排尿が200から500できちんと朝の排尿が量的に十分あるよという場合そしてパッド尿取りパッドを使っていたとしても尿失禁まではされないそんな場合心陰性の頻尿とやっとここで言い切ることができます。 例えばまあ好きなことをしていたら平気で何時間もトイレを我慢できる。そんな方の場合は申請と言いますね。そんな方の場合、対応方法としては精神的なものだと予想がついた場合はストレス状態やその環境を確認していきましょう。その方が頻尿になる時の状況、この方が隣にいると頻尿になるよねとかありえるんですね。なのでそのあたりを確認してください。そして尿量が 増加しているこれね、飲みすぎっていうことが結構あるんです。水分摂取の量、1日その方、何 cc 飲んでますかねそして、その飲んでいる理由、先ほどの脳梗塞の予防に、予防のために飲んでいる、そんなような方がいたら、それは違いますよっていうふうに誤解を解いてください。また、利尿剤を飲んでとか、そういった尿量を増やすお薬。 副業調整の可能性がないかなっていうところも踏まえて見ていきましょうそして1日皆さんどのぐらい水分を取られるのがいいと思われてますか多く飲めばいいってわけじゃないんですね65歳以上だと1日の水分量はその方の体重に20をかけた25をかけた量になってきますではそんなような方に対してどうやって対応していきますかというところですが精神的なものの場合実感をとって5分でも ゆっっくくりお話を聞てていうのがプランに挙げられてきます不安や誤解がないかを確認するだけで軽減するそんなことがあるんですそして尿量が増えているそんな方の場合は多く飲みすぎていないか何を飲んでいるかそしてお薬薬の調整の可能性をぜひ薬剤師さんやドクターに相談をしてくださいでここで 必要なのが排尿日誌です。排尿日誌とインターネットで検索をしていただくと、このような記録をするチェックのシートが出てきます。こういうものを使って確実に記録をつけていただくと見えてくるかと思います。あれ、頻尿だなと思ったけど昼間しか行ってないねとか、すごい尿量が本当は多かったんだねっていうところが見えてきたらビンゴです。ははい、では 今昼間の頻尿だけでしたけれども24時間いつでも頻尿だなっていう方の場合はどうでしょうこのような理由が挙げられてきます起きてても寝ていても頻尿の時はやはり株尿路系に何か障害があったりそして先ほども出てきましたが尿量が多い多尿だよっていう場合がありますでは蓄尿障害これためられないよ っていう場合のお話なんですがぱっと見1回の排尿量は少なくって何回も取りに行くそんなような状態で出てくるかと思います病気としては過活動膀胱や膀胱炎あと尿路結石、あとたまにねいらっしゃいますが間質性の膀胱炎これは簡単な尿検査だと特に炎症はありませんよっていうふうになってきてしまう分かりにくい膀胱炎です 膀胱が過敏になっていたり、膀胱が硬くなっている、そして膀胱容量がそもそもちっちゃくなっちゃってるから、あんまりためられないんだよ、そういう原因になってますね。でこの原因の中で、やはり多いのが過活動膀胱と言われるものになります。少しのちょっとの尿でも膀胱が過敏になって過剰にぎゅっと縮んじゃうんですね。なので、我慢できない尿意が急に起こる、尿意切迫感。そして 頻尿そして、漏れて、それで漏れてしまった場合は切迫性の尿失禁。これが3大症状になりますが、これを判明していくためには、OABSS という過活動膀胱の質問表があります。これもインターネットで検索してくると出てきますので、ちょっと気になる方はぜひチェックをしてみてください。合計スコアが3点以上、あと尿意切迫感のスコアが2点以上だと、 過、えー、活動膀胱の可能性がありますでは、そのような急性の膀胱炎、あと、過活動膀胱に伴う頻尿の方の場合、どんな風になるかといいますと、先ほどの同じですね、150cc しかためられてないけど、取りに行きたい、そして出していく、これが昼間8回、そして夜もなんですね、夜もそういう風になります。 一回量が150、これが膀胱容量が150だということになってしまいますね。このような排尿日誌のデータが出た場合は、このような対応をしてください。膀胱が過敏な可能性があります。なので、刺激の強い飲み物は変更していきましょう。そして、重度の便秘、便秘も関係します。便秘を改善するのも対応方法になります。 そしてリラックスさせるような薬剤、またこれは抗コ,コリン薬っていうところも膀胱の収縮、リラックスをさせるために使ったりします。そして膀胱訓練っていうのも大きく対応方法になってきます。まず膀胱の治療がこう過敏にななっているものがリラックスできたらば、ちょっとずつ溜められる時間を増やしていく。 2分でも3分でもちょっと我慢するっていうのが膀胱訓練になりますがこういうような指示をお医者様が出す場合もあります。でね、なかなかこうあの難しいところではあるんですけどもベリー系ベリー系のサプリや飲み物っていうのは膀胱にちょっと刺激を与えてしまうそうなんです。膀胱炎の、えー、治療として尿渋を減らすものとして クランベリージュースなどあるかと思いますがもしかするとそれが膀胱が過敏になっている可能性もあるので一旦ちょっとそれを飲んだ時飲まない時と比べていただくといいかなと思います。では24時間頻尿次は排尿困難の場合です。これはもう字のごとくなんか出しにくいって話ですけれども尿の勢いが弱かったり。 尿が出るまでに5秒以上かかったり、そして途中で尿がなんか途切れてしまう。そんな症状がある場合が多いです。男性の方だと前立腺肥大がやっぱり多いですね。そして、これは排尿筋の収縮する力が弱かったり、この尿道ですね。尿路の通過自体が障害されていたり、あと残尿が多い。もともとおしっこが。 できらないおしっこが膀胱に残っているというのもあるんです。収縮力が弱い、その原因で実は、まあ、神経陰性膀胱もあるんですが、風邪薬、これは皆さんも何か経験があるかと思うんですけれども、風邪薬を飲むと何か出しにくくなる、そんなことも排尿困難の中で原因として挙げられてきます。では、残尿に伴う頻尿、もう 100cc 残尿がここに残ってるんですね、膀胱の中に。 200cc 貯まると300になるわけです。そこで出す。なのでこういうふうに 200cc しか貯められなくても膀胱容量 300cc。なのでトイレに行って出す。なので昼間8回。で夜はちょっと頑張って1回。すぐに満杯になってしまうので回数が多くなる。 とということですね。泌尿器科の方で、超音波ですとか、導尿とかで測ることができます。チェックしてみてくださいね。で、実際には、アルファブロックー薬、尿道を広げたり、あとは自己導尿、尿道を拡張したり、そもそもの前立腺を肥大を治療をしたり、交感神経優位に働きかける薬、あと排尿訓練、もちろんここでも便秘の改善も上がってきます。 そしてて残尿尿性ののの確認や薬物の調整っていうのが出てきます蓄尿障害への対応として一番多いのが残尿が多いことです必要に応じてこちらは原疾患前立腺肥大があれば治療が必要なんですけれどもアルファブロッカ薬とかね皆さん聞いたことあるかと思いますが膀胱が硬い場合などは自己導尿というのも視野に入ってきます。 中間性なら排尿訓練というものも必要になってきます。そして交感神経優位に働きかける薬の調整というのも選択肢になってきます。では最後、24時間頻尿の原因、多尿です。多尿というのは、皆さんも体重にね、40をかけてみてください。その数値以上、を1日24時間で排尿があった場合は、多尿ということになります。 なので、例えば5 0キロの体重の方は 2000cc 以上、1日で排尿があれば多尿ですよというふうになります。これも多くは水分の飲みすぎというのが一番多いそうですね。であと、病気で尿がたくさん作られすぎてしまう、尿が崩れる症状と書く尿包症というのももちろんあります。と薬剤。 薬剤のせいで副作用で口轄があって飲んでしまったり、そして利尿剤やあと糖尿病の病気のために、非電解質利尿というふうに尿が多くなってしまうということもあります。でこの場合、どんなふうなトイレのサイクルになるかといいますと、多く飲んでいるものですからすぐに 300cc たまりまして、そして出していく。先ほどまでのリズムとは ちょっっと早いペースで膀胱が 300cc に溜ままてきますで。夜もなんとか1回にはなっていますが1回の排尿量は正常、まあ、150cc 以上であるにもかかわらず何回もトイレに行っている場合のく飲みすぎてないかなっていうのも見てくださいね水分を多く飲んでしまっているなら適正にしてください利尿剤の作用ならその調整も 検討に入ってきます。そして、糖尿病の方、血糖値のコントロールというのも第一の選択肢になってきます。そして、全身状態もきちんと確認をしてください。この排尿障害を訴えて泌尿器科を受診する方、そのうち230%は多尿が原因と言われています。はい、ではこれ。1日中24時間泌尿だよ。っていう方の場合。 まずは大きな病気を除外するために基礎疾患はどうでしょうそのコントロールはできていますかそして残尿をチェックしてみましょうそして尿の正常すごく濃縮になっていたり血尿はありませんかというところもチェックをしてください頻尿の種類日中の種類ですねまとめますと一体いつ頻尿になっているのかそして出せないのかためられないのか 基礎疾患や水水分ののそしててお薬、あと心の状態、ここが関わってきます。まとめますと日中だけの頻尿これは心因性または日中に集中して水分を取り過ぎている可能性がありますそして24時間頻尿だよっていう方の場合はやはりどこか泌尿器に問題がある可能性が高いです。 まずは頻尿になっているタイミングを知って排尿の量そして水分量をまずは3日間排尿を日誌に記録していくことからぜひ始めてくださいさあどうでしょうなんとなくあの人甘えてるから取りにいつも行くじゃないかもしれないっていうことが伝われば OK ですぜひ1日の尿量1回の尿量まずは何回 排尿しているかそしていつ排尿しているかこれを測っていってくださいねそれでは昼間の頻尿こちら今日のミニゴールやってみることをぜひ書き出してみてくださいこのアクションをしてみようこうやって決めて書き出した方は確実にステップアップできますとりあえず本当に頻尿かどうかまず回数だけ数えてみてください とといいうところでで昼間の頻尿のお話でございま,したまた夜間の頻尿の場合別の動画になりますのでチェックしてみてください。今日はありがとうございました。